なんすか。あれはね、ゾロアスター教で、ゾロアああ、スターそうそう教そのう、司ゾロア祭スかター。なんか。ハイカー教ですね。もともとゾロアスター教、イランのね、特にアケメネス、実はサマルカンド。ああ、そうなんだ。そのくらい、イスラム社会の中でも失われた十二支族とか言うじゃない？で、やっぱ中央アジアを、に来てたのは確かで、あ、ちなみにアフガニスタンにもあるんですけどね、ユダヤ。有望株のアイ君と先日話して、それも聞いていただいたんですけど、する前に、まあ、3%タジク人で、僕も話の中で3%って街の中の人がほとんどタジク人が多いよって話なのに、3%ってことはないよねっていう話になって、まあ確かにもう根付として公式見解であれなんだけど、ぐちゃぐちゃになってて、何割ぐらいいるんだろうねみたいな話にはなったんですけど。そもそもね、ウズベキスタンのオアシスの民はほとんどタジク系と思っていいと僕思ってるんですけど、まずね、最初ね、シャフリサブス行きました、僕も。シャフリサブスって、アイクも言ってたけど、チムールが生まれた町って言われそうてでるすんですね。ね。今でもね、真ん中の公園にね、大きなチムールの銅像が立ってるんですよ。そう、写遊び真に行系くと必雑ず誌と。結婚式とかやってるんですよね、あそこ。結婚撮影やってるんです大きよなね。広場でね。そで、もうすごく威風堂々としたやつでね。うそう。で、それを、あれはウズベク人なのかタジク人なのかっていう議論がすごくあるわけです。タジク系なのかウズベク系なのか。で、シャフリーサブスも、ペルシャ系の、もともとソグド系ですけど、要はタジク系のオアシスの民がほとんどだから、みんなタジク寄りなんですよ。いや、チムールはタジク系ですと。タジク人に絶対タジク系ですと。それに対してウズベク人はね、国民の英雄みたいな感じだから、当然ウズベクって言うわけです。実はどっちも正しくなくて、あれはモンゴル人って言われてるんですけどね。そうですね。モンゴル帝国の、一つの軍の、構成する部隊の人が、あそこで、ね、二世として生まれたんだと思うけど、言われてるんですけど、でもそこはね、すごい議論になるんですよ。もうタジク人はものすごい誇り持ってるから、自分たちの地に関して。で、そもそもさ、あそこってさ、タジクでもよかったのに、ウズベクが、スターリンかなんかとうまくやって、政策的にウズベク共和国になっちゃったんだよね。あ、それもっと言うと、タジク共和国って、ソ連の中の共和国時代ね、もともとあそこ、ウズベクだったみたいで、それ後から作ったんじゃなかったかな、確か。タジク分離じゃない共けれ和国。ど。中で、ロシアの中で、ウズベク共和国がありそこから独立したみたいな感じだったんじゃないかと思うけど、そもそもじあのし人種とかさ、民族で国分けるんだったら、あの辺までタジクで全然いいわけですよ。サマルカンドとかさ、サマルカンド、ブハラ、シャフリサブスもそうだけど、ヒバは違うけど、ヒバはもうトルコ系が主だけど、あの辺全然あれなんですよ。タジク文化系なんですよ。オアシスの街だから。で、オアシスの街。で、さっき言ったように、ソグド人なんですよ。もともとね、あの辺に、オアシスソグのド中人、にね。いいな、ソグド人。なんかソグソドグ人ド人。の、白い横顔の、なんかレリーフの絵が浮かあびるよね。あれはね、サマルカンドの博物館で見れるよ。そうですね。あれ面白いよね。あれさ、肌白いのあるじゃない？あそうそうそれなんで白いかって知ってる？う。え？なんで？あれ地待っのて。白じゃないんだよ。じゃあ、田中みたいなの塗ってたんですか？ミャンそう、マあれ儀式で灰を塗ってるんですよ。ー。ああ、そうなんですか。あれはね、ゾロアスター教で、ゾロああ、アスそうターそう教そのう、司ドラ祭スかなんト。か。ハイカー教ですね。もともとゾロアスター教、イランのね、特にアケメネス朝ペルシャも、ササン朝ペルシャの頃も、アラブが入ってイスラム教化される7世紀までは、ずっとゾロアスター教だったからね、あああ、れそうは。だ、そうだ、そうだ。そうだ、そうで、基本的にイラン系の民であるソグド人もゾロアスター教だったんですよ。その後いろいろ受け入れるけどね、景教とかさ、いろいろね、
いろいろもちろんその後イスラムも受け入れるわけだし、うん、9世紀頃かな、そういうふうになっていくんだけど、うん、もともとね、ハイカ教で、うん、その儀式、その聖職者の儀式をして灰を塗ってるからあれ白いってね、壁に。ああ、そうなんだ。そう、あれ僕も生で見たけどね、サマルカンドの博物館だったと、うんうんうん、そうそう、目が青くてね、うん、そうそうそう、ああいう人たちで、その人たちの末裔がタジク系だよね。だから、うん、だタジク人を山岳民族と担ぎたのはちょっと誤解があると思う。それはタジク共和国の東の方だけです、山岳は、うん、基本的にオアシスの商人、オアシスの民であり、農耕もやってた人で、豊かな土地なんですよ。ウルディアナってね、アムダリア川とシルダリア川に囲まれた豊かな土地で、そもそもさ、アラビアンナイトのさ舞台って知ってる？アラビアンナイト、アラビアンって言うから、なんか、それこそ、カタールとかあの辺のイメージ、カタールとかイラクのあたりのイメージだったんですけど。うん、バグダッドだよね、当時はね。何朝だっけ、要は、バグダッドが都だった頃から始まって、でもあれ、いろいろ混ざってるからね、8世紀から15世紀ぐらいの物語をまとめたって言われててね、うん、だけど、それをどういう形式で物語にしてるかっていうと、うん、サマルカンドの王様が、いつも奥さんをね、うん、奥さんと、うん、楽しんだ後、奥さんを殺してしまうという悪い癖があって、どん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 女の人を、めとるわけだけど、うん、どん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 殺されてしまうと。あ、で、そうです、そうだ、そうそうそう、それを止めるために、ある奥さんになった人が、一夫多妻だからたくさんあったのかもしれない、奥さんの一人が止めるために、そのサマルカンドの王様をね、に面白い話してあげましょうと、うん、で面白い話してあげて、続きが聞きたいという時に、で明日また話しますっていう形でずっとずっと夜を続けてたわけです。うんうん、それの集大成が千円一ね、うん。なんで、あれは当時 の、 イスラム社会 の、 物語をたくさんまとめたものなんだけど、舞台は実はサマルカンド。ああ、そうなんだ。だそのくらい、イスラム社会の中でも一目を置かれるような豊かな土地。うんうんうん、でかつ文化的にもね、それこそ文明の十字路がね、中国とかを結んでね、あるとね、そういうなんか憧れの土地の一つ、いろいろあるんですけど、シャーベットって知ってるよね、シャーベットって。アイスみたいなシャーベットだ。そうそう、あれが生まれたのはね、やっぱソグディアナと言われてるんですよ。なぜかというと、昔もちろん冷蔵庫とかないじゃない、うん、だけど、あの辺は、美味しいジュースが取れるじゃん、ブドウとか、はい、シャーベットにかけるようなやつと、うんうんうん、で氷がその山から取れると、それは、はい、今でいうタジキスタンのあたりなのかよくわかんないんですけど、うん、あの辺で手に入ると、うん、ということで氷にそこのソグディアナの豊かな果物をかけて食べましょうっていう、うん、そこから発展したと言われてるね。うん、それに卵を入れてアイスクリームになるわけですけど、それはおそらくイタリアとか後世でやってられたんだけど、シャーベットは冷蔵庫とかがあるできるずいぶん前の中世からあったんですよ、あの辺で。もうすでにソルディアナのあたり、うん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 、という感じで、かつイラン文化ですかね、そのアラビアンナイトだって、もともとはペルシャの千の物語っていうのをベースにしててね、うん、千の物語っていうのがあって、ハザール・アフサーナかな、だからヘザール・アフサーナっていうのを、うん、取り入れて、バクダッドのところで編纂してて、千夜一夜したね。千夜一夜って千プラス一で、数えきれないほどたくさんのっていう意味があるんだって。ああ、なるほどなるほどそうそうそう、別に本当に千プラス一物語があったとか、千プラス一の夜を重ねたっていうわけじゃなくて、それに元の物語が千の物語だからっていうのもあったと思うけど、で千夜一夜って、ね、うん、そうそうそう、
だからね、そういうね、ペルシャという文学とかね、いろんな文明が栄えたところで、そういうようなエッセンスを持ってる人たちだったんですね、ソグド人。で、ソグド人は安心の乱とかでいろいろ、なんて言ったら迫害されて、地元の人と同化していったわけだけど、その血がすごく残ってるのがタジク人なわけですよね。アフガンにいるタジク人も含めて、今でいうタジキスタンとかウズベキスタン。そう。で、なんかそう、アイクの話もあったけど、前の大統領、多分イスラム・カリモフの話だと思うんですけど、あの人はね、面白いんですよ、また。あの人はね、お父さんがね、ブハラ出身でユダヤ人って言われてるんだよね。あ、そうなんだ。そう。だからユダヤ人っ彼て出身さ、のユダヤ人。そう。すユごいダヤ人っな。てさ、やっぱりほら、失われた十二支族とか言うじゃない？うん。で、やっぱ中央アジアをに来てたのは確かで、あ、ちなみにアフガニスタンにもあるんですけどね、ユダヤ人の、集団移住地みたいなあるんですけど、で、ブハラもやっぱり当時、サーマン朝の都だったからさ、10世紀ぐらいの。あの頃からもうユダヤ人がやっぱ商人として土着に築いて、そのお父さん、それがお父さん系だって言ってたね。お母さんは確かね、サマルカンドのタジク人だと思うんだけど、でもね、彼ね、すごい面白くて人生がね、孤児院で育ったらしいね。孤児院で育ってた。親は分かってるんだけど、個人に、なんで行っちゃったんだろ多分育てられなくなったか、お父さんが死んじゃったかとか、そういうやつだと思うけどうね。ね。だからなんかね、その自分の出自に結構自信がなかったのかなとか思うんだよね。だからウズベク民族意識を変えて盛り上げるとかさ、あるじゃん、なんかスターリンとかもさ、そうですね。ね、一応ユダヤ人っていう説もあるぐらいじゃない、なんかね。あれはちなみにグルジア人なんですけど、そうスですターね。リンで。まあ、ああいう人がね、ああいうマイノリティがかえって、ロシア、なんとかね、ロシア人、なんかそういうのを盛り上げるとかさ、あるんだよね。だから、ありますね、ありますね。だからイスラム・カリムもパッと見あの人はあんま濃くないんですよ、顔が。だからあんまりタジク人の血は濃くないのか、タジク人の血は濃くないのかなとは思うんですけど、ユダヤ人って聞いてちょっとびっくりしたね、でもね、それね。ね、そのウズベキスタン作るのに、でもお母さんのルーツはタジク人っていうところがね、なんかそのウズベクを表してるっていうか、まあお父さんのルーツがさらに面白いんだけど。まあそうだよね。まあでもやっぱサマルカンドといえば、まあまず旧市街はタジク人 そうですよね。で、そう。ここはね、多分ね、政府の弾圧みたいなのもあるし、ずっとタジク共和国とウズベキ共和国仲悪かったからね。そういうのもあって、なかなかウズベクのタジク人は俺たちはタジク人だとか言いにくい雰囲気とかもしかしてあるのかもしれないけど、僕ぜひね、アイクにね、その実態を調べてほしいよね。ウズベクのもう中発見しにましょタジク人がどれぐらいいるのか、3%はとても納得できませう。納得できないですね。ん。多分少なくとも15%、20%はいると思で、そうなると、なんか、実際の今のタジキスタンに住んでるタジク人っていうのは、どういうふうな意識になってるのかとかも、なんか興味がありますね。どういうふうな意識？なんか、その、オアシスの本当は豊かなところにいたはずなんだけど、まあ、こう、一応こう、国境というか、タジキスタンっていう名前がついているところに住んで、主要の民族にはなってるんだろうけど、その中で、なんかこう、本来住んでいた場所に住んでいないような感じでいるんですかね、タジクの人って。そうなのかね、そこちょっとよくわかんないね。タジク人って要は辺境イラン人だからね。辺辺境境イペランル人シアか。人だからね。だから自分たちのペルシャ系の地には誇りを持ってると思うんだよね。やっぱり遊牧民族をバカにするじゃないけど、自分たちは文明の民だっていうのはちょっとあるんじゃないかな。まあね、ソグド人って、商人がもともと多かったんだけど、子供が生まれるとね、やる儀式っていうのがあるんですよ。知ってる？なんか。今でもソグド語とほとんど変わらない言葉を喋ってるっていうね、ヤグドビ村っていうのがあるんですけど、タジキスタンにね。そこでは今でもね、行われてる儀式なんだけど、まず子供が生まれるとね、
右手にコインを握らせるね。で、蜂蜜を口に含ませる、うん。これどういう意味かっていうと、お金が入ってきたらそれを絶対逃がさないように、うん、ということと、甘い言葉を喋るように。要は商人の資質じゃない、それって。そういうことを言うんだよね。やってる。そういう意識をやってる。だからなんかね、やっぱりね、自分たちは文明の民であり、商人であり、うんうん、というようなところってやっぱり遊牧民族のトルコ系と違うからみたいなね、 あるんじゃないかと思うんですよね、うん、そういうのってあると、そういう軸で考えてるんですね、うんうん、だけどね、タジキスタンもね、ホジャンドとかさ、うん、ホジャンド行ったことある？ホジャンドないです。ホジャンドってフェルガナに近いところ、あそこなんかウズベク人の町だからね、はい、ウズベク人がかなり多くて、あそこっていろいろ混ざってんじゃん。なんか例えばさ、キリギスタンもオシュはさ、オシュはウズベク系が多いじゃない？うん、そうですね。とかさ、あそこの辺結構ごちゃごちゃになってるかね、うん、民族的な、うん、ね。そういうのあるから、だからタジキスタンも一枚岩だよね。で、タジキスタンの東の方は確かに、うん、ペルシャ系の言葉は話すかもしれないけど、結構やっぱ山岳民族に近くなるから、うんね、オアシスの民である東の、あ、西か、西の方のタジク人とはちょっと一線を画すかなっていうふうに僕は思ってね。辺境ペルシャ人のさらに辺境版みたいになっちゃってますもんね。今のタジクって名前がついてるところが。うん。だからね、中央アジアは本当面白いと思うけど、ね、ちょっとこの前の話になっちゃうけど、やっぱね、ソ連時代にね、だいぶね、色が薄まっちゃった気がしてるね。うん、そう。ね、Kさんは、まあ、それが寂しくていうか、まあ、楽しいんだけど、それがアフガニスタンに残ってることでアフガニスタンが亡くなっちゃったね。でもね、それ思ったけどね、やっぱね、アイクの話聞くとね、ウズベクでもいろいろあるって言ってたじゃん、なんか、フェルガナとさ、うん、西の方のさ、シバとさ、で、いろいろ特色があるってね、うんうん、まあ、それはあるんだろうねって感じだよね。うん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 、なくなっちゃったわけじゃないからね、うんうん、そこはやっぱり住んでる人は、やっぱ住んでた人はね、いろいろ情報あるなと思って、うん、そうですね、面白いなと思って、うん、あとはその協力隊員がポコンポコンとなんかこう、うん、各地に派遣されるから、うん、協力隊員同士のコミュニケーションで、うん、そのいろいろ増幅されて羨ましいなと思いますね、うんうん、いいね、なんか行ってくれば、今からでも応募してくれば、いや行きたいな、ね、その中央アジアの真ん中でオアシス&交易の民として活躍したことによって、うん、まあ、そのシルクロードの東と西にこう行き来すること、うん、仲介役としてまあ活躍した、うん、そうそうそう、うん、ウイグルにもかなり溶け込んでるって言われてるからね、ソグド人が、うんうん、大っぴらにソグドですって言えない雰囲気になっちゃったけどさ、安心の乱以降、うん、彼らはやっぱり溶け込んでったんだよね、地元の民ね、うんうんうん、ウイグルとかウズベクが主だと思うけど、言葉じゃない、うん、文字の話をしたじゃないですか、文字ね、うん、うん、文字、うん、文字もね、やっぱりね、ソグド人が果たした役割って大きくて、うん、中国はね、それ偉大な文字あるんですけど、あれやっぱり難しいわけですよね、一般周りの人が学ぶには、うん、なかなかね、広まらなかったでしょ。日本と韓国、うん、ベトナムぐらいだから、うん、中国漢字文化圏になったのね。そうですね、うん、それに対してフェニキア人が作ったアルファベットはアラム文字となり、アラム文字を取り入れて改良したのはソグド人だった、うん、ソグド文字としてね、うんうんうん、でそれはさらにウイグル文字、昔のウイグル文字ね、はいはいはい、になり、モンゴル文字になり、満州文字になり。満州文字、はい。満州文字は今なかなか使ってる人いないけどさ、うん、モンゴル文字はね、まだモンゴルの国語としてね、国の文字として使われてるわけね、縦書きのね、うん。縦書きにはなってるけど、まあ、ソグド文字は横書きだった。もともと今あるモンゴル文字は、うん、ソグド人が持ってきたものが元の、うんうんうん、やつだね、うん、で文字だけじゃなくて宗教もね、いろいろ。さっき言ったように、もともとソグド人はペルシャ系の民族だから、ゾラスター教ね、アケメネス朝とか、ササン朝の国教だった
ゾロアスター教を、自分たちも取り入れたわけだけど、柔軟にね、いろいろやってったわけですよ。景況になったり、東方キリスト教もそこを通過してったりね、と、うん、いうことで、本当やっぱりあそこは本当に文明の十字路の一つだからね。ソグディアナ、ソグディアナは本当に豊かな土地で、うん、シロダリア川、アムダリアが囲まれてね、豊かな土地だったんで、そこを支配してたソグド人がかなり交易とか文化の橋渡しをしてたって、はい、ね、でその末裔がタジク人なんです、うん、